藤本力藤本力は山口県出身の元プロサッカー選手。元日本代表、サッカー指導者。徳島県育ちであることからゴールを決めると泡踊りのパフォーマンスをすることで有名だった。山口県で生まれ2歳で徳島県鳴門市に移り、小学2年生からサッカーを始める。徳島市立高等学校を卒業後。 1996年にアビスパ福岡へ加入。1年目は10試合に出場したが、2年目の1997年は、監督のカルロス・オスカール・パチャメと衝突し、1試合の出場にとどまる。監督が変わった1998年には、リーグ戦30試合に出場して6ゴールを記録。2ゴールを決めた、開幕戦のカシマ・アントラーズ戦にて、後に、 藤本の代名詞となる、阿波踊りパフォーマンスを初披露する。1998年12月には、語り草となる、J1 参入決定戦での川崎フロンターレとの激闘を経験したメンバーの一員でもある。当時の福岡は、MF 陣に、中原井大輔石丸清高、久永辰則、久藤聖一等の高人材がひしめき、年俸を、 減額提示されるなど、チーム側の評価も高くなかったことから、移籍を決意。真っ先に、獲得の意思を伝えたサンフレッチェ広島1999年に、移籍した。その後、すぐに、レギュラー獲得、久保達彦とのコンビでチームを牽引し、チームの天皇杯準優勝に貢献。2000年のシドニーオリンピックでは、予選には出場したものの本大会への選出はならず。 2001年には日本代表に招集され、出場機会を与えられるも生かせず、最終的に日韓 W 杯への出場はならなかった。その夏に代表を目指すため海外移籍を決意、オランダリーグのナック・ブレーダーへの移籍がほぼ決定したが、最終交渉でナック側は経営悪化から移籍金を3年間に渡っての分割払いを要求してきたため広島が拒否し、 結局遺跡交渉がまとまらなかった。その年の後半戦は遺跡するものと考えられていたためチームの構想外となり、さらにコンディションを崩したため出場機会が減少した。そのシーズン、結局広島は j に降格となった。翌2003年、ズデンコ・ベルデニックが獲得を熱望し、名古屋グランパスへと遺跡。しかしチームの調子が上がらない上、自身も、 攻撃的なポジションを任されながら、得点に絡むことが少なく、次第に出場機会が減っていった。2004年、経営元が変わり、積極的に戦力補強を行っていたビッセル神戸へ、期限付き遺跡。2005年にはオー大ー r d イ完全一席豊富な運動量と鋭い攻撃で、中盤の主力として活躍した。なお、 2007年及び2009年6月から2011年まで大宮のキャプテンを務めていた。2011年11月29日、契約満了に伴い、大宮との来シーズンの契約を更新しないことが発表された。2012年にロアッソ熊本へ完全移籍、チームの首相となる。第2節ホーム鳥取戦で約3年不利のゴールを決めるも、 その後膝の悪化により長期離脱となった。第22節ホーム千葉戦でベンチ入りし、復帰、終盤までスタメンとしてチームを引っ張った。2014年限りで現役を引退。2015年にロアッソ熊本ジュニアユースの監督に就任した。2017年にはジュニア監督兼スクールコーチへ移動。3年間アカデミースタッフを務めた。2018年に ロアッソ熊本のトップチームコーチに就任した、その他の公式戦、ありがとうございます。